梅ごま。Yeah.
しっかりと聞くことができますように。
から語りますべき先生が聖霊に満たされ、伝えるべき御言葉を語ることができますようにお導きください。この小さなお祈り、兄弟姉妹のお祈りと合わせて主イエス様の御名を通してお捧げいたします。アーメン。そのままで主の祈りをいたします。主の祈り。天にいたします。我らの父よ、願わくは御名を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に見合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく同じものになればなり。アーメン。それでは聖書を読みいたします。ヨハネによる福音書3章の1節から8節までです。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共に来られるのであれば、あなたがなさるこのような印は誰も行うことはできません。イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを主義に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。メッセージ3月3日です。おはようございます。3月3日は、何の日でしょうかというとですね、まあ、ここはガールズデーとか言って女の子のためのお祝いするんですけど、まずですね、三三は賛美の日と日本では言って、神様を賛美する特別な日で、ちょっと今日もですね、自然、花とか自然を歌う賛美を準備したんですね。一つは沖縄風の民謡風の歌ですかね。結構私は好きなんですね。そしてもう一個は、あまり知られないんですけど、有名な、日本で作られた自然の歌です。ご利用くださいということですね。そしてもう一つ、サンタっていうのはですね、耳の日でよく聞くという日らしいんですね。皆さん、今日は話すよりも聞きましょうです。桃の品種は非常に
は体にすごく良いらしいです。昔から知られているお話です。桃太郎って知ってます？エミちゃん、桃太郎知ってる？色のピーチボーイですね。ピーチボーイ、ピーチボーイ、ピーチボーイ、桃太郎ってピーチボーイってお話でありますミスターピーチですね。川に洗濯におばあちゃんが来ました。そしたら桃が流れてきた大きい桃です。ほんで、うわー桃だーと家にヘッサヘッサと持って帰って家に帰ってパッカーンって割ったら中からわお赤ちゃん男の子が出てきました。それも元気な男の子でした。でもね皆さん、これ明治にストーリーが決まったんですけど、その前に古い桃太郎のお話があります。これは知ったことあるかな。桃が流れてきました。それでうわー桃だって言ってペッサペッサと持って帰って、おばあちゃん二人で食べたんです。パッカーンって割ったら種しかないんですよ。普通の桃です。でも二人が元気になりまして、若返りのように元気になって、子供がいない夫婦に赤ちゃんが与えられたんです。これが桃太郎の話なんですね。だから桃は体に良いとされています。栄養素がいろいろあるんです。元気になる食べ物です。で、現代の科学の言葉で言うとこうです。桃はね、むくみを解消します。そしてお通じを良くします。うんこが出るんです。そして肌を健やかにして若返る、アンチエイジングですね。そして低カロリーでビタミン E が豊富らしいです。ただ栄養素であるビタミン E というのはね、目で見えないんです。ブルブル EE って言うと見えるわけないですねでもね、若返る意味の秘訣がここにあるというのは私たちは教えられて知っています。インターネット、もちろん親も言う、食べたら肌がツルツルになるよって教えられて私たちは食べるんですね。本当に肌が生き返るとき、みんな驚きが隠せません。なんでね、生き返った肌ですよね、周りが分かっちゃうんですね。特に女性、もう食べてみて、でツルツルになるかどうか、もっとかな。でも綺麗になるって言ったら、その方法はビジネス、美容ビジネスです。ビューティービジネスとして盛んになります。日本ではね、ビューティービジネス5兆円なんですって。で、昨日たまたまアメリカのビューティービジネスがこれぐらい100倍ぐらい大きいんですよ。だってその聞いてね、全部がいくつだとか頭で分からなくなったの、書けなかったんです。健康な肌が欲しい、まあ、綺麗になりたいというのはみんなの願いです。男性だって同じです。男性パックとかあるそうですよさて、ニコデモという人はユダヤ人のリーダーでした。サンヘドリンという、まあ、議員さんですね。立法の勉強をしている頭がいいおじさん、現代では法律の勉強をして、それから弁護士から議員になるというアメリカ議員さんみたいな感じですね彼は努力家で神様を知りたいという心がある人でした。神様の立法は、法律は正しいこと、悪いことをちゃんと教えてくれる素晴らしいものです。よくイエス様のところに来て質問をしました。先生、私たち議員仲間はね、ユダヤ人のリーダー、我々は、まあ、偉い先生ですよ、あなたが神様のもとから来られた先生であるということをみんな知ってるんです。神様が一緒におられなければ、あなたのなさる素晴らしい印は誰もすることができません。もう認めてるんです。どんなことをしたかったら、2章では、あ、今3章ですか、2章ですね、水をブドウ酒に変えたんです。皆さん、ワイン高いでしょ。それがタダだよな、水だよな。そして杉越のお祭りの時に神殿の中でビジネスをする人がいたのを追い出しました。牛とか羊とか鳩を捧げ物ですね、を売る人がいたんです。それで儲ける人がいたんです。神殿を商売の場所に、ビジネスの場所にして
ねえ、これちょっと行き過ぎだなと思ってたかもしれない、みんな。でも間違ってね、やめようということを言う人はいないんです。イエス様はね、クリーンなんです。ニコデモは奇跡もできるすごい人で、人としてもすごいと分かるんです。そしてイエス様はニコデモにこう答えました。人はね、私たちですよ、新しく生まれ変わらなければ神様の国を見ることはできないんですよ。人は年取ってもう一回どのようにして生まれることができるのでしょうか。もう一度お母さんのお腹の中に入って生まれることができるので、すごい決まったですよ。でイエス様はこう言いました。人はね、水と聖霊、御霊ですね、神様の霊によって生まれなければ神様の国に入ることはできません。水と神様の霊です。肉によって生まれた人は肉です。神様の霊によって生まれた人は霊によって生きる人となります。霊によって生きる人です。体の生きていても、なんか死んだようでも生きるの嫌だなっていう、力のない人いますね。ああいう人は霊に生かされないといけないです。肉体から生まれた人は肉の人、目には見えない不思議なことだと絶対に思うはずです。どうやって霊で生き返るんだろう、そう思っちゃいけないですよとイエス様は言うんです。ニコデモ、あんた先生でしょ、このぐらい分かんなさいということですね。例えばですよ、風は目には見えません、音は聞こえます。でもどこから来てどこで行くか、それはね、目で見えないんですね、感じですけど。神様の霊によって生まれる人も目では見えません、でも分かるんです。目には見えないけど心が新しくされて変わるとですね、分かるそうです。風は見えないけど物が揺れ動いたりするし、ヒューヒューという音もします。目に見えなくても理解して分かるものがあります。だから例えばですよ、バイタリン E、 目では門を開けてもいいなんていうものはない。でも体にはいいというのを知って食べると肌はツルツルになります。若返るんです。で、そう変わるとですね、みんなも分かるんです。あなた何してんの、その肌にって。もう絶対私は聞きますね。みかんか、グレープフルーツか、何が食べてるか。信仰も桃のようなものだと思うと、今風だとイエス様言ったんですけど、今日はですね、桃の成分なので、桃のバリタミン E だと思ってください。目には見えないけどとっても良いものなんです。ここに元気になる秘訣があり、若返る秘訣があります。肌の調子が悪い人、体がむくんで調子が悪い人、出るものが出ないで体がいつも重い、苦しい、早くうんちを出てくれと思う人、あ、こんな硬いですよねもういつもそう思ってる人、それがある意味ですね、変わるんです。もう桃のおかげで調子が良い、肌もツルツル、桃はいいよ、騙されたと思って経験した人は話すんです。食べてみなよって。そうですね、イエス様が蘇られて天使がこう言ったんです。あの方がね、蘇られました、ここにはいませんよと言ったんです。今年のイースター3月です、皆さん、もうすぐそこです。3月めちゃくちゃ教会は忙しいです。イエス様の復活の場面を目で見た人はいなかった、弟子たちも見なかった。でも弟子たちは復活したイエス様に出会って変えられたんです。で、変えられたらね、周りの人がすぐ分かってしまうんです。弟子たちは結構落ち込んで家の中に隠れていたんですね。引きこもり状態ですな、イエス様がいなくなって引きこもっていた弟子たちは
変わりました。死者を与えられ喜びにあふれたんです。それから弟子たちはこれは話さないとということでイエス様の復活を話し始めたんですね。レミトリオマルジーザスという言葉をねみんなに言うんです。そんな風に言えたらどれだけいいだろうか。今まではさっと言えないですよね。でも爆発的な伝道がここでスタートしたんです。変わったからです。なんで癒せるのって人が聞いたらレミトリオマルジーザスと言ってイエス様のことを弟子たちがずっと話したんです。今聖霊の働きによって私たちもイエス様のことを教えられます。イエス様は復活したんだよと教えられるんです。でも皆さん目で見ましたか？見てないでしょ。私も目で見てない。見ることは誰もできなかったんです。でもねイエス様を信じる心が変えられなんか喜びあふれる人がいるなと分かったらなんであなたはそんなに変わったのと聞くじゃないですか。目には見えないけども命の秘訣はここにあるんです。腹で悩む周りの人たちに秘訣を教えるようにものだと教えるように人生で悩む人にはビタミン E はね信仰では神様の霊だよイエス様だよと教えることができるんです。でもね本当かいなとみんな思います。だってイエス様だって驚いちゃいけないっていうのみんなそうかなって思うんです。ポール・ウォーカーという結構かっこいい俳優のお兄ちゃんがいました。もう亡くなったんですね彼40歳ぐらい。お母さんはモデル、お父さんは元ボクサーです。で水道工事の仕事をしていました。さて彼はモルモン教の家族、家で育ったんです。でもすごいねきっちり育てられてね、やっちゃいけない、やっていいとか厳しい厳しい家なんです。それがですねキリスト教の高校に行くんです。で彼がこう言うんです。このキリスト教の高校はね新しく生まれ変わった高校だよ。どういう意味かってこの聖書の今日のとこですよ。新しく生まれ変わらなければというところを彼は言ってるんですね。英語でボーンアゲンスクールって書かれているんです。この学校はボーンアゲンスクールだよって言うんです。そして彼はねクリスチャンになったんです。その秘訣はですね彼からこう言うんです。彼もね喋るんですね。でもね一生懸命喋るんだけどどのぐらい分かるかって言ったらねこう分かるの言葉を聞いてください。神様を信じない人生は考えられないって言うんです。彼はサーファーでスノーボードをするスポーツマンでした。でいつもですね自然の中にいるんです。でそうするとね考えるそうです。みんな神様がいないってなんで言えるのか。ほらこの自然たまたまあると思ってる。そうじゃないっしょ。このすごい自然は神様が作った世界だよ。で彼はこういうんです。そのことを考えるとねもう心が感激して圧倒されてしまうと言っているんです。見えない神様を感じて圧倒されるんです。これを分かってくれると彼は残してる。不思議ですか？あ、もちろん不思議です。でも、新しく生まれなければならない。これを不思議に思ってはいけないです。お肌ツルツル、お腹すっきり、うんこがよく出る。まあ、そういう心がきれいに、スーッと、きれいに新しくなる秘訣が、イエス様にあるんです。今日帰ったら、桃を食べましょう。今日は、桃、それも目に見えないバイタミン E をかけて探してみてください。
もしかしたらペロペロ舐めたら味がバイタミン E の味がするかもしれないですね。でも目では見えません。イエス様も同じです。お祈りいたします。天のお父様、私たちを新しくしてきれいにして変えてくれる力をもうにも与え、イエス様ご自身がそういうお方であることを私たちは知り感謝いたします。たまたまある自然ではなく、神様が作ったこの世界を感激し圧倒され嬉しくなる心を信仰を与えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは引き入れていただきまして賛美歌を賛美いたしましょう。Thank you.
様、あなたはこれによってイエス様の贖いの恵みを私たちのうちに確かなものとしてくださいました。感謝を持って私たち自身の心と体とを神様に喜ばれる生きた聖なる供え物として御前に捧げます。キリストは死に、キリストはよみがえり、キリストはまた来られます。聖なる神様、今ここにあなたの御霊を遣わして私たちの交わりを清めてください。あなたから与えられここに置かれているパンと杯を主の記念の技のため聖別してください。この記念の技を通し私たちがしっかりとイエス様の体につながるものである自覚に生きますように、また主の血によって新しい命の交わりを喜ぶことができますように、私はもう一度来られる日を待ち望みつつ主の御旨に従って隣人に仕えて生きるものとしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。日曜礼拝は日曜朝9時から YouTube で
で来日になります。過去の例外も閲覧できることになります。来週の3月10日からサマータイムが始まります。時計の内容を1時間早めてください。日曜6時からは、特急の分ですとおり、第3土曜日はシニアのためにお弁当が準備されます。希望される方はオフィスまでご連絡ください。無料となります。お弁当の準備は3月の15日金曜日の1時からと、4月は19日金曜日1時からとなります。Zoom ワイブルスタディは月曜7時からサムネ抜きを勉強中。Zoom の版漫画ワイブルクラスは第1、第3月曜日の7時30分からとなります。Zoom の日本語サンデースクールは4時から5時までです。2月の14日より40日間の受難節が始まっています。教団より受難節の祈りのカレンダーが準備されています。イエス・キリストは人の罪を背負い悩み苦しんだ時を覚え、悩み苦しみがある人は祈りましょう。また悩み苦しむ人のためにもお祈りください。3月の24日日曜日からは受難週。金曜日はキリストが十字架に関わった受難日となります。受難礼拝は7時からです。3月30日土曜日12時からランチと子どものエッグハント、同じ30日の土曜日2時30分からは子どものハンドベルの練習があります。3月31日日曜日復活祭となります。7時から英語の礼拝、朝食が準備されます。9時からは日英合同の礼拝となります。子どもハンドベルの